純粋な疑問なんですが、小山氏はいつお金が尽きるのでしょうか。先月末に携帯料金払えないとか、もう千円しかないと言いながら、ミッキーさんが十万円貸したとはいえ、未だにホテル暮らしですよね。支援者の女性とも割れて、子供がいじめに会うとか言い出して、マジでどこからお金が流れているのか。以前は、安人が金を出していましたよね。家も安人に用意してもらっていましたし。でも、 その家も追い出されたわけです。そう考えると、ヤストからの支援も、以前ほど多くもらえるとも思えません。そして、新たな支援者ってのも少し考えにくい。実は金がないふりして、滞納しまくりながら別に金を移して持っていたんですかね。それとも、支援者を見つけたのか。マジで謎すぎますよね。